茨城県道1 7 5号阿鼻子戸2 0茨城県、取出市、小堀千葉県道、茨城県道1 7 5号阿鼻子戸2 0は、千葉県阿鼻子市から、茨城県北相馬郡利ね町に至る、一般県道である。千葉県阿鼻子市北新田の国道6号から、茨城県取出市の小堀地区を経て、茨城県利ね町深川の栄橋交差点に至る。 総延長9 2トル単独区間の実延長約8 9トルの路線。利根川右岸堤防沿いの区間は、利根水橋ラインの一部となっている。終点付近の栄橋南詰交差点で、千葉県道、茨城県道4号千葉龍ヶ崎線と徴用する、栄橋で利根川を渡過する。栄橋南詰交差点から、 利根川堤防沿いの道路でさらに東へ進むと、印西市木根市街地で国道356号と接続しており、国道6号から阿鼻子市街地を通る国道356号に並行する利根川堤防沿いのこの道路をまとめて青山バイパスと呼ばれることがある。1986年12月15日、道路法第7条の規定に基づき、起点を千葉県阿子市、 終点を茨城県北相馬郡利根町とする新規路線となる県道阿弥ことね線が茨城県より路線認定された。道路が強用されたのは翌年の1987年7月のことである。1995年に茨城県と千葉県の整理番号を170へ統一変更し現在に至る。青山バイパスとも呼ばれる主要区間は 国道356号のバイパス道路の役目も担う見通しの良い2車線の道路で車両の流れが良く交通量は多い。終点付近の栄橋南詰交差点で主要地方道千葉、龍ヶ崎線と交差、左折し、千葉県側から県境を越えて茨城県の終点までの区間は、利根川を渡る栄橋のみで、 この区間が主要地方道千葉龍ヶ崎線と重複する区間で渋滞が起こりやすい区間でもある。主要な区間は、利根川堤防に沿って伸びる、緩やかなカーブを含んだ直線型に近い線形となっており、道路は千葉県安子市内の利根川う岸堤防の土手にある。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積算4トンの 普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。